シーズン序盤戦を占う意味ではとても大事な公式テスト。花粉と黄砂が舞う岡山国際サーキットでいよいよ開幕です。みんなゆっくりしてる？霊夢よ、マリサだぜ。公式テストの結果を紹介する前に一つ、実はメーカーテストにてクラッシュがあった。山下選手と太田選手は今回のテストを欠場したわ。次回の富士までに戻ってこれますように。そしていろいろとあった藤波選手が日産陣営のリザーブドライバーとして加入したわ。もし日産チームのドライバーが欠場したりしたら代打参戦するってことだな。さて、本題に入りましょうか。まずは初日のセッション1。チームによっては新カラーリングのお披露目。そして鈴鹿ファン間でクラッシュした中島レーシングはホンダのテスト車両での参戦となったわ。さすがに修復は間に合わなかったか。天気も23度前後とかなり暖かい公式テスト。各チーム順調に周回数を重ねていくわ。中にはヒヤッとするシーンも。心臓に悪いんだぜ。そしてさらに39号車がコースオフしてたり。どうした？花粉で前が見えにくいのか。チームによってはドライバーも交代しながら順調に進んだと思ったところで、セッション残りあとわずか、5号車スローダウン。セッション1では最初で唯一の赤旗となったわ。しかもマッハ号は初日から電気系のトラブルで、周回数もほとんど記録できてないわ。痛々しい船出だな。そしてセッション1の最速は16号車、ARTA 無限 NSX。そして100号車、36号車と続いたわ。GT500 はこんな感じに。じっくり見たい人は一時停止推奨だぜ。日産が中断、トヨタが買いで固まったわ。どうしたトヨタ。そしてホンダは下馬評通り、トップ4に3台が入ったわ。CNF の合わせ込みが一番うまくいってるのはホンダっぽいな。気になるのは下に固まったトヨタ勢。空力開発は完全凍結だから予想はできたけど、まさかここまでとは。まあ GT300 との混走だったしロングランの可能性もあるからな。あくまでもテストだし、断定はまだできないな。GT300 クラス最速は J6 ランボルギーニ、6号車アウディ、96号車 K チューンズと続いたわ。そしてこれが GT300 のセッション1のタイム。じっくり見たい人は一時停止推奨だぜ。そして午後のセッション。午後は路面温度も上がって、午前と比べるとタイムは落ちてきたけど、全車周回を重ねていく中、PRZ ストップ。どうした？どうやら駆動系のトラブルらしいわ。そして各クラスの占有走行がスタート。ここで予選のシミュレーションだな。GT500 占有走行を終えると、やっぱりトップタイムはホンダ勢。しかも ARTA のワンツーかよ。そしてやっぱり下に固まるトヨタ勢。シャミ線か？昨年の結果からシャミ線を引く余裕なんてないと思うけど、やっぱり気になるわ。GT300 の最速はマックスレーシングの244号車、31号車 APR、96号車 K チューンズと続いたわ。そしてこれが GT300 のセッション2のタイム。じっくり見たい人は一時停止推奨だぜ。そして GT300 では全車で少し変化があったわ。なんだそれは。ここよ。うん？ここのハチマキと呼ばれる部分。ここは昨年までオートバックスがスポンサーとして、GT300 の全車がオートバックスのハチマキをつけてたけど、今年はそれがないわ。確かに。こう見るとなんか違和感あるな。オートバックスといえば、この2台はいつカラーリング発表されるんだ？それはアグリさんがインタビューで、富士の公式テストでお披露目すると明かしたわ。あとちゃんと見分けやすいカラーになるそうよ。それは楽しみだな。個人的には2007年頃のカラーリングにしてほしいぜ。そうそう、ARTA なんだけど、ドライバーがインタビューで興味深いことを話していたわ。なんだそれは。福住選手は、初日にベストタイムをマークできたのは悪くないのですが、フィーリング的には思っているところに届いてない感じがあります。でもまだ伸びしろが残っているのは事実ですね。今年はチームが2台体制になり、その効果も感じられますが、2台が全く同じセットアップにはならないことも多い。最速タイムを出しておいて、まだ不安材料があるのか。一方のジリ選手は、実際に乗っていると、順調な滑り出しな感じではないです。2台とも同じセットアップにしても同じにはならないです。実は、この冬も乗り比べたりしたんですけど、違いがすごかったです。正直個体差の違いで収めていいのか？と思うくらいで、今まで乗っていたのとは違うなという感じでした。いくら共通のモノコックとはいえ、個体差がここまでドライバーに伝わるとは。そして平峰選手はトヨタがシャミ線を引いているんじゃないかと語ったわ。
噂だとトヨタ勢は実力を隠していると聞く。今日のセッションは下位に固まっていたけど、そんなに遅いとは思えない。開幕戦はトヨタ勢が一番早いと思う。特に14号車は連勝してるし、パワーなのか重量なのかわからないけど、絶対何か隠していると思うよ。こればっかりは関係者じゃないとわからないな。ただトヨタ勢は傾向として、岡山、富士の開幕2戦では速さがあるから、かなり警戒しているのかも。こればっかりは開幕戦の予選までわからないからな。開幕戦が楽しみだな。それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。